ベトナムサッカー連盟 VFF は26日、ベトナム代表のフィリップ・トルシエ監督69を解任したと発表した。ベトナム代表は同日、北10枚ワールドカップアジア2次予選第4戦でインドネシアと対戦し、03で大敗していた。動画、代表レベル、キャプ欲みたい、リフティングで有名な女優。 シュートも凄す,すぎると話題に元日本代表監督のトルシエ氏は昨年2月、韓国人指揮官のパク・ハン・ソ氏の後を継いでベトナム代表監督に就任。U23 ベトナム代表監督も兼任し、タレント発掘とチーム強化を同時に託されていた。ところが昨年の東南アジア競技大会で3位に終わり、 3連覇を逃したことで批判が高まると、今年1から2月のアジア杯はグループリーグ参戦全敗で敗退。今回のアジア予選でも1勝3敗の成績にとどまっており、最後はアジア杯でも対戦した東南アジアのライバルインドネシア相手に大敗したことで解任が決まった。アジア杯ではグループリーグ初戦で日本代表とも対戦。スピードを生かしたカウンターとセットプレーで一時逆転に持ち込んだほか、 ボールポゼッションは MF 久保建英にどんな練習をしているのか見てみたい。それくらい完成度が高い。アジアで1、2を争うポゼッション力があったのかなと思う、と言わしめるクオリティを誇ったが、その質が結果にはつながらないまま体制を終えることになった。なおいう23ベトナム代表は4月。 パリ五輪出場権をかけて AFCU23 アジア杯に臨むことが決まっているが、今回の人事により指揮官未定となっている。